手、2番車岩田幸雄選手、3番車岩見隆選手、4番車若井智和選手、5番車岩崎良一選手、6番車浜野純選手、7番車佐藤隆也選手、8番車木村武史選手、以上8名出場選手でございます。さあ、先ほどの11レースゴール前スロー1着通過8番の荒尾選手、ゴール前スローでほとんど見えませんでしたが1着ゴール通過、11レースは857で確定です。それでは優勝戦の思想をご覧いただきましょう。12レース優勝戦です。さあ、いよいよ12レース優勝戦を迎えます。メンバーです。1号車竹中和成、山陽ハンデゼロ、2号車岩田幸男、船橋ハンデ10、3号車岩見隆、飯塚ハンデ10、4号車若井智和、川口ハンデ10、5号車岩崎良一、山陽ハンデ10、6号車浜野純、山陽ハンデ10、7号車佐藤隆也、浜松ハンデ10、8号車木村武史、浜松ハンデ10。12レースの優勝戦メンバーです。8周回4100メートルでの戦いです。010の単ハンデ戦、優勝戦ぜひご期待ください。それでは12レース試走タイムです。1号車竹中選手 3.90、 2号車岩田選手 3.78、 3号車岩見選手3.74、 4号車若井選手 3.70、 5号車岩崎選手 3.72、 6号車浜野選手 3.75、 7号車佐藤選手 3.72、 8号車木村選手 3.75。 繰り返します。1号車 3.90、 2号車 3.78、 3号車 3.74、 4号車 3.70、5号車 3.72、 6号車 3.75、 7号車 3.72、 8号車 3.75。 相対1番時計は 3.70 を出しました。4番若井選手です。それでは12レースの試走を VTR で振り返ります。12レースの思想を VTR で振り返りました。さあ、優勝戦を迎えます。山陽トレース場平成チャンピオンカップです。ぜひご期待ください。さあ、失走路が続いています。3連対率をお伝えします。1番竹中選手 0%、 2番岩田選手 20%、 3番岩見選手 46.2%、 4番若井選手 76.9%、 5番岩崎選手 75%、 6番浜野選手 28.6%、7番佐藤選手 93.8%、 8番木村選手 41.7% です。失走路の3連対率、 JK 発表の過去半年間のデータをもとにお伝えしました。さあ、オープニングオッズ574で 12.4倍、754で 12.9 倍お使いありまして、3連単人気574、
754と続いています。5番岩崎選手、7番佐藤隆也選手から売れているようです。準決勝勝ち上がりました優勝メンバーへインタビューを取りました。そちらをご覧ください。晴れても曇ってもエンジンは動いていますね。天気いい時もタイム的にはね、いいタイム出てるんでいいと思います。この後の調整は何かされますか？明日雨っていうことなので、雨のセッティングにしようかなっていう感じで。雨ですが一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。準決勝戦は気迫を感じました。一生懸命走りました。あえて聞きますが、スタートの切れは今節振り返るとどうですか？昨日から今日からいいですね。雨予報も出てますが、こちらも聞かせてください。一本道なんで、なるだけいい位置につけて、インコース回りたいと思います。明日も全力一走頑張ります。今節振り返ってください。まあ、初日3日目は波の動きだったんで、整備した甲斐あったかなと思います。まあ、レース足は昨日まではいいかなって思ったんで、もうちょっと晴れなら上積みが必要だかなと思います。まあ、ヘッド周りとセッティングで、はい、雨予報も出ています。まあ、山陽の雨は苦手なので、いいスタート切ってどこまで行けるかってとこですかね。まあ、一生懸命走ります。応援してください。準決勝戦振り返ってください。そうですね、いいポジション取れたんですけどもね、竹中さんが速くて本当に参りました。この後の整備を聞かせてください。雨のセッティングにしたいなと思います。はい、近況好調と言っていいですね。そうですね、リズムがすごいいいですね。はい、山陽の雨の印象、乗れる時はすごい乗れるので、いい印象しか持ってないですね。はい、はい、明日も優勝狙って頑張ります。車の状態聞かせてください。今節の中では一番いいんですけど、ちょっとやっぱりいまいちですね。雨予報が出ています。地元山陽の雨、雨の方がいいかなと思いますけど。スタートの切れ具合も振り返ってください。昨日までおかしかったんですけど、そういうのはなくなったんで普通通り切れます。優勝できるように精一杯頑張ります。応援お願いします。準決勝戦の手応え聞かせてください。結果本走は走ほど良くはなかったんですけど、着実に良くはなってます。優勝戦に向けて何か扱われますか？雨予報なのでタイヤしかまだやってません。地元山陽の雨はどのようにお考えですか？乗れないです。まあ、雨自信ないですけど、一着目指して頑張ります。準決勝戦振り返っての手応え聞かせてください。内側でちょっと我慢する展開だったんですけど、ずっと離れずに行けたんでエンジン良かったと思います。山陽の雨はズバリ、いや、インコースが効くと思うんで自分は好きです。地元浜松で次回オールスターがあります。やっぱガンとここでいい勢いをつけていきたいと思います。雨予報も出てますので自分にもチャンスあると思います。自分から買ってください。ベッドオンミー。山陽の G1 連覇がかかります。まあ、あまりそこは意識せずに行こうかなと思います。プレミアムカップと比較してどのような手応えですか？今日の感じだと、まあ、遜色ない感じではあるかなと思いますね。この後の整備があれば聞かせてください。まあ、明日雨かもしれないというんで、まあ、タイヤとヘッド周りの点検をしてそのぐらいですかね。優勝を目指して一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。さあ、勝ち上がりました8選手のお話ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか？両走路の車の動きはとてもいい仕上がりになっています。しかし雨のレースはあまりうまく走れないので自信はありませんが、優勝戦に乗っている以上は一つでも上の着を目指していきたいというコメントでした。2号車岩田選手、昨日はスタートがしっかり決まったことが一着につながっているという話です。朝はしっかり練習ができたので、まずは思想を見て判断をしてほしいということでした。スタートは竹中選手に届くぐらい切っていき、自分の実力を目いっぱい出して走りますというコメントです。3号車岩見選手、昨日は大幅な整備を行ったこともあり思想から手応えがあったというお話でした。今日は天候も違いますが、エンジンを信じて昨日の状態でレースへ臨みたいというコメントです。最低でも枠なりスタートです。空回りは心配していないので自信を持って切っていきたいという話でした。4号車若井選手、道中チャンスを見逃さず2着を勝ち取ることができたと振り返っています。朝の練習では乗り味が良く手応えがあったというお話です。今日のスタートは枠なり発進になると思いますが、そこからの序盤の位置取りが最重要になってきます。1周目から前をしっかり見て今日もチャンスを見つけていきたいというコメントでした。5号車岩崎選手、昨日は手前の方が弱くまだ少し調整が合っていなかったというお話です。
しかし朝の練習では滑る感じもなくいいセットが見つかったということで、そのままの状態でレースへ向かいたいというコメントでした。スタートはみんな早いと思いますが、朝の練習では空回りもなかったので自信を持ってスタートから決めていきたいというお話でした。6号車浜野選手です。昨日はガラッと車の状態が変わってしまってエンジンが垂れてしまっていたと振り返っています。今日は何度か朝の練習を行い、一番感じが良かったものでレースへ臨みたいというお話です。雨は得意ではないので大きなことは言えませんが、スタートが切れれば少しでもチャンスが出てくると思うので集中していきたいというお話でした。そして前節川口で優勝を決めている佐藤選手です。近況どんな走路でも車はいい仕上がりになっています。何も言うことはありません。バッチリ優勝を取って帰りますというコメントでした。最後に8号車木村選手です。エンジンは行きたいところに行けていて、両走路での車の動きは安定していますというお話です。朝の練習では走路に食いつく感じもあり、とても乗りやすさがあったというお話です。そしてスタートタイミングは見えていますが、その後のつなぎがスムーズではないので、その部分が心配というコメントでした。前回の山陽では出走路を走っていないので、どのくらい車が動いてくれるのか楽しみですというお話でした。12レース優勝戦選手情報は以上です。はい、ありがとうございました。1着、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 岩田選手2着中止、4着、1着、3番岩見選手4着不成立、4着、2着、4番若井選手4着、3着、2着、2着、5番岩崎選手1着中止、7着、1着、6号車浜野選手3着不成立、1着、2着、7番佐藤選手6着2着2着2着8番木村選手5着1着3着1着。続いて近況疾走路の成績です。1番竹中選手です。2月12日飯塚4着、2月19日山陽は6着でした。2番の岩田選手2月8日浜松5着、4月5日川口7着、4月7日川口8着、4月8日川口7着。3番岩見選手2月26日伊勢崎4着、3月1日伊勢崎6着、4月5日川口6着、4月7日川口1着、4月8日川口7着。4番若井選手2月26日伊勢崎2着、3月1日伊勢崎7着、4月5日川口1着、4月7日川口2着、4月8日川口優勝戦5着。5番岩崎選手1月6日飯塚3着、1月15日山陽1着、1月22日浜松1着、1月30日飯塚2着、2月8日浜松4着。6番浜野選手の疾走路2月8日浜松2着、2月26日伊勢崎6着、4月5日川口2着、4月7日川口8着、4月8日川口6着。7番佐藤選手2月26日伊勢崎1着、3月1日伊勢崎1着、4月5日川口1着、4月7日川口準決勝戦2着、4月8日川口記念 G2 優勝戦1着優勝でした。8番の木村選手疾走路1月21日船橋6着、2月8日浜松3着、2月26日伊勢崎6着。以上近況の疾走路の成績お伝えしました。12レース現在人気2連単75で 5.7 倍、74で 6.3 倍、57で 6.3 倍、47。山陽の山車誕生10周年記念オートレース会場50周年記念日本写真判定杯 G1 第21回平成チャンピオンカップ、いよいよ間もなく優勝戦の発走を迎えます。8周回4100メートルでの争いです。0-10の単ハンデ戦、地元選手は3名、1番竹中選手、5番岩崎選手、6番浜野選手。ここ数年は外来勢がこの平成チャンピオンカップのタイトルを持っていかれてます。地元の選手取り返すことができるのでしょうか、ご注目ください。発走までお待ちください。
それでは12レース優勝戦の発走です。ここからは実況でお届けします。山陽小野田市誕生10周年記念オートレース、開場50周年記念日本写真判定杯、 G1 第21回平成チャンピオンカップは優勝戦の時を迎えています。それではメンバーを紹介してまいります。一斉さん頑張れの声援にしっかり応えてにやりと2日目から3連勝、これぞトップダンディ1号車竹中和成。10メートルインコースポールポジションから今日もトップで1コーナーへ全力一走を誓います。2号車 S ミステリアス岩田幸雄、努力の先に結果があります。飯塚代表3号車レッドスター M 岩見隆、そして4号車青コーナーから堂々と入場、170センチ、 55.0kg 挑戦者燃える闘魂若井智和。地元記念の優勝は外さない、ここから今年も大ブレイクな予感、平ちゃんタイトルは誰にも渡しません。5号車 FG 備前岩崎良一、山陽ナンバーワンのプライドをかけ見せ場必ず作ります。6号車アモン浜野純、相性抜群、大好きな山陽走路、もう2着はいらない、グレードレース連続優勝、7号車スケートラブ佐藤孝也、そしてチャンピオン登場、今年3つ目の G1 タイトルへ向かい待ったなし8号車ワント木村武史。以上の8名で12レース優勝戦を行います。0-10の戦い、10メートルは7車並び、人気は7番の佐藤孝也、地元5番岩崎良一、4番若井智和です。そう10秒前、夢と希望を乗せて走り続けます。山陽と第21回平成チャンピオンカップ優勝戦3秒を切ります。12レース優勝戦スタートしていきました。スタートは3番の岩見が行きました。1番の竹田が遅れる、5番の岩崎はどうか、4番で走、6番のさあ浜野、7番の佐藤ですが7番手となりました。さあ先頭2番手混み合っている、2番の岩田、うちは4番の若井、若井が早くも先頭に出る、若井がいいを舐めて、さあ先頭に出ました、3番の岩見が追走する、2番の岩田が3番手、その後ろ6番の浜野、5番の岩崎は中段の位置、8番の木村、7番の佐藤、1番人気の佐藤はまだまだ7番手の位置、4番の若井がレースを作りました、3番の岩見が追走する、5番の岩崎だ、2番の岩田、その後ろ6番の浜野の体勢、8番の木村、7番の佐藤と浜松勢は6番手7番手、レースはまだまだ残り6周です。さあインコース上がってくるか、8番の木村、木村が中段の位置に上がってくる、レースを作った4番の若井がまだまだ先頭です。3番の岩見が追走する、5番岩崎にチャンスが来たか、3番手は5番の岩崎、その後ろ6番の浜野、8番の木村、2番の岩田、7番の佐藤は7番手、レースは残り5周を切っていきます。4番若井がピッチを上げるのか、3番岩見策はあるのか、5番の岩崎が3番手、3番手4番手離れた位置、6番の浜野、8番の木村、7番の佐藤を通した6番手、2番の岩田、最高峰1番の竹中和成です。さあ先頭2番手近づいてきました。レースは残り半分を切っていきます。4番若井か、3番岩見か、5番岩崎と3名が抜け出しました。4番の若井リードは2車身、3番の岩見がさあ仕掛けていくのか、5番の岩崎も上がっていきたいところ、3番手4番手車間が空いて6番の浜野、その後ろ8番の木村、7番の佐藤の展開、レースは残り3周を切っていきます。4番の若井、3番の岩見、5番の岩崎、3名に絞られました。5番の岩崎は3番手、先頭4番の若井、リードは3車身、3番の岩見が2番手、3番手5番のさあ岩崎良一策はあるのか、3番手4番手離されて6番の浜野、8番の木村、7番の佐藤、レースは残り2周を切っていきます。4番の若井智和だ、3番の岩見が追走する、5番の岩崎、さあ3番の岩見に襲いかかるが滑って交代、5番の岩崎、3番手離された位置、先頭4番の若井、2番手3番の岩見、3番手5番の岩崎良一で青旗回って最終周回を迎えていきます。4番の若井だ、若井が先頭最後のバックストレッチ、3番の岩見にワンチャンス来るか、5番の岩崎良一が3番手、4番の若井が先頭、3番の岩見が2番手、3番手5番の岩崎と体勢借りなく、4番の若井か、川口解説記念に続き今年 G1 2つ目、まもなくチェッカー若井だ、3番の岩見、5番の岩崎良一、勝負どころ
あの満チャンスをものにしています。平成チャンピオンカップは初めて、若い友和4号車、この4号車は青コーナー、僕は挑戦者でいきますと言っておりました。若い友和です。岩崎選手も仕掛けていったんですが道中滑りました。4番、3番、5番でゴールラインは通過、確定放送入りますまでお待ちください。今年の平成チャンピオンカップは若い選手が逃げ切りました。ゴール前カメラです。4番、3番、そして5番の順でゴールラインは通過となりました。12レース優勝戦は1着4番、2着3番、3着5番で確定です。若い友和選手が平成チャンピオンカップ初優勝を飾りました。山陽は得意ではありませんと、優勝戦乗ったからには頑張りたい、そして自分でよければオート界を盛り上げていきますよと言ってくれました若い選手です。見事な優勝ゴールでした。それでは12列の確定、この後は執行よろしくお願いします。熱い実況は内野久照さんでした。さあ優勝戦終了いたしました。確定をお伝えいたします。12レース1着4番若い友和、2着3番岩見隆、3着5番岩崎良一、1着4番若い友和、2着3番岩見隆、3着5番岩崎良一で確定しております。優勝は若い友和選手です。上がりタイムは入り次第お伝えします。思想タイムが一番時計で、はい、そしてインコースワンチャンス入って、そこから長い周回だったと思います。雨、素晴らしい競争でした。払い戻し金です。2連単4番3番で4070円、2連複3と4の組み合わせで2130円、番5番で11270円、3連複3と4と5の組み合わせで1310円、2連単は4番3番で4070円、14番人気、3連単は4番3番5番で11270円、33番人気の満車券となりました。ワイド単勝副賞はご覧の通りです。優勝川口の若い友和選手、上がりタイム 3.796 さあこれで通算581勝目を挙げまして、この本日が優勝回数37個目となりました。若い友和選手優勝おめでとうございます。山陽野田市誕生10周年記念オートレース、開場50周年記念日本写真判定杯 G1 第21回平成チャンピオンカップ21回目の覇者は若い友和選手でした。さあ本場次節は5月25日からの開催となります。3日間短期決戦です。場外発売はご覧の上でお楽しみいただけます。ご覧の CS 放送529チャンネルでお楽しみください。次節もぜひお楽しみいただきたいと思います。それでは先ほど行われました優勝戦 VTR で振り返りましょう。どうぞ。優勝戦3秒を切ります。12レース優勝戦スタートしていきました。スタートは3番の岩見が行きました。1番の竹中遅れる。5番の岩崎はどうか。4番出し
6番のさあ浜野、7番の佐藤ですが7番手となりました。さあ先頭2番手混み合っている、2番の岩田、内は4番の若井、若井が早くも先頭に出る、若井がいいを舐めて、さあ先頭に出ました。3番の岩見が追走する、2番の岩田が3番手、その後ろ6番の浜野、5番の岩崎は中段の位置、8番の木村、7番の佐藤、1番人気の佐藤はまだまだ7番手の位置、4番の若井がレースを作りました。3番の岩見が追走する、5番の岩崎だ、2番の岩田、その後ろ6番の浜野の体勢、8番の木村、7番の佐藤と浜松勢は6番手7番手、レースはまだまだ残り6周です。さあインコース上がってくるか、8番の木村、木村が中段の位置に上がってくる、レースを作った4番の若井がまだまだ先頭です。3番の岩見が追走する、5番岩崎にチャンスが来たか、3番手は5番の岩崎、その後ろ6番の浜野、8番の木村、2番の岩田、7番の佐藤は7番手、レースは残り5周を切っていきます。4番若井がピッチを上げるのか、3番岩見策はあるのか、5番の岩崎が3番手、3番手4番手離れた位置、6番の浜野、8番の木村、7番の佐藤を通した6番手、2番の岩田、最高峰1番の竹中和成です。さあ先頭2番手近づいてきました、レースは残り半分を切っていきます。4番若井か、3番岩見か、5番岩崎と3名が抜け出しました。4番の若井リードは2車身、3番の岩見がさあ仕掛けていくのか、5番の岩崎も上がっていきたいところ、3番手4番手車間が空いて6番の浜野、その後ろ8番の木村、7番の佐藤の展開、レースは残り3周を切っていきます。4番の若井、3番の岩見、5番の岩崎、3名に絞られました。5番の岩崎は3番手、先頭4番の若井、リードは3車身、3番の岩見が2番手、3番手5番のさあ岩崎良一策はあるのか、3番手4番手離されて6番の浜野、8番の木村、7番の佐藤、レースは残り2周を切っていきます。4番の若井智勝だ、3番の岩見が追走する、5番の岩崎、さあ3番の岩見に襲いかかるが滑って交代、5番の岩崎、3番手離された位置、先頭4番の若井、2番手3番の岩見、3番手5番の岩崎良一で青旗回って最終周回を迎えていきます。4番の若井だ、若井が先頭最後のバックストレッチ、3番の岩見にワンチャンス来るか、5番の岩崎良一が3番手、4番の若井が先頭、3番の岩見が2番手、3番手5番の岩崎と体勢変りなく、4番の若井か、川口解説記念に続き今年 G1 2つ目まもなくチェッカー若井だ。優勝戦勝ちましたのは川口25期若井智和選手です。これで G1 タイトル5つ目をここ山陽で決めてくれました。今年は2個目というのがすごいですね。はい、はい、それでは本日のレース結果を振り返ります。50周年記念日本写真判定杯 G1 第21回平成チャンピオンカップ、優勝は川口若井智和選手でした。これで6年連続外来勢にということでありますが、はい、しかしただ本当思想タイム一番時計で人気にもなってましたし、はい、そうですね、あの一周の3コーナー、うん、もうしっかりとものにして、はい、いや感激しました。さあ4月25日からは SG のオールスターがあるわけですが、もちろん若い選手も登場ということで乗りに乗ってますからね。浜松相性いいですよ若い選手。はい、期待したいと思います。さあ5日間皆さんお付き合いいただいて誠にありがとうございました。次節山陽開催は5月25日からです。またその時にお会いしたいと思います。若い選手本当におめでとうございます。今日はこの辺で失礼いたします。5日間ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。